その密度の濃さは例えばこんなところにも現れている。主人公の一人ジタ、物語の冒頭より大活躍し、さまざまなアクションを見せてくれる。その動きは立って喋るだけでも5種類、走り方や立ち止まるポーズ一つとっても複雑なパターンが用意され、キャラクターにみずみずしい命を吹き込んでいるのである。そしてもちろんそんなこだわりは主役クラスだけではない。単に街を通りかかる通行人やその場にいるだけのキャラクター一人一人に 3D による精密な設定が行われているのだ。さらに画面左下にいる猫ちゃんに注目。この猫にもこんなに細かい設定がなされている。何気なくいる猫なのにこんなにたくさん動きがあるんですか？そうなんです。ゲームの中ではちっとも大きく映ったりしないんですけど、ちゃんと猫らしく動いてないと気になっちゃうじゃないですか。街の人なんかでも人それぞれ動きとかキャラクターが違うんですよ。そしてファイナルファンタジー7以来さらなる進化を遂げている CG ムービー。業界でも一目置かれるこの CG を作り出すプロフェッショナル集団がスクエアビジュアルワークスである。今回の最新作もおよそ30名のスタッフが制作に携わってきた。こちらが映画でいう絵コンテと言われているものですよね。そうですね、ゲームの方でも同じ絵コンテと言いますけども。そうですか。これが基本になってシーンを構成していくわけですね。この絵コンテから制作されたシーンがこれ。ドラゴンが街に襲いかかる一大スペクタクルシーン。ここから物語はいよいよ後半の山場へと突入していく。今回我々はこの中からこのドラゴン、バハムートが街に舞い降りるこのシーンを再現してもらうことにした。実際にいない生き物じゃないですか。そういうのをやっぱり生きてるように見せるっていうのは、やっぱり難しい作業ですね。まずはバハムートの動きの設定から。あらかじめ定められたモデルを微調整しつつ1秒間15フレームの動きをつける。カメラアングルを決め、羽の角度や足の位置などを変えながら一コマ一コマ丁寧に動きを作り上げていくのである。これにいろいろこう皮膚のような絵を貼り付けてあり上げたり、ライトを当ててあげたりして、最終的な絵が出来上がるっていう感じですね。そしてこちらは背景の担当。バハムートが上空を飛び破壊する街を作り上げていく。その設定は想像以上の細かさ。お城の装飾や家の一軒一軒まで思わずそこまですと言いたくなるほどのこだわりである。 2,3 秒じゃないですか。そうですね、街の画面が出てくるの、それなのにこんなに細かく書いてあるんですね。これは大体お時間どのぐらいかかるんですか？そうですね、大体ここの街だけですけども、2週間ぐらいですね。2週間、2,3 秒のために1週間かけて。2秒でも手抜いちゃうとクオリティが下がってしまうので、何秒であろうときっちりと作らないと。こうして出来上がった背景にバハムートの動きを重ね、さらに口から吐く火の玉や炎などさまざまなアイテムを合成して1枚の映像が作り出される。しかしただ単に重ね合わせれば完成というわけではない。画面にリアリティと迫力を醸し出すエフェクトと呼ばれる最終作業が残っているのだ。このカット、主なものだけで5種類のエフェクトがかかっている。一見ほとんどなんかあんまりエフェクトかかってないんじゃないかなって思うところに実は結構かかっていたりするんですね。こちらがエフェクトなしの画面。そしてこちらが青い炎や空気感などのエフェクトをかけた画面。迫力の差は歴然である。